はい、皆さんこんにちは。英語科の小指です。本日は、レッスン8の、ビルドアップ1のワークブックね、回答をしたいと思います。で、あと少しで高校生最後の学年末講座があります、ね、ぜひ有終の美を飾れるようにしっかり勉強を、ね、してみてくださいね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン8ビルドアップ1、一番から見ていきましょう。日本語に合うように格好ない適切な声でましょう。水を飲むことは食べることと同じくらい大切だ。はいですね。同じくらいってことですから、比較級のこれは原級を使います。つまり、as ね。as と as で形容詞、もしくは副詞をこう挟む形ね、なります。これで同じってことだね。Drinking water is as important as eating food となります。2番、あの女の子の顔は雪のように白い。ね、はい、これですけども、That girl's face is、はい、白いですから、はい、white です。さあ、同じぐらい、ね、その女の子の顔と雪が同じぐらい白いところなので、これをアズアズで挟みましょう。はい、ね、That girl's face is as white as snow となります。3番、今日母は昨日ほど具合が悪くありません。なんとかほど悪くない。はい、なんとかほどなんとかないっていうのは、これはNot others ね、を使いましょう。はい、そうなりますと、ここにも as がありますね。なので、これはこの前のところはこれね、as があります。はい、ね、さあ、そして否定文だね、場合ね、悪くはないなので否定文にしましょう。はい、動詞は feel ですね。主語は my mother ですからね。はい、これはDoesn't ね。はい。My mother doesn't feel as ill today as she did yesterday となります。4番、私たちは予想の3倍のお金を得た。はい、倍数表現です。はい、倍数表現は、はい、預かりますね。はい、はい、as as。続きましょう。はい、これで、We got as much money as we had expected. 私が expected は、予想したのと同じぐらいのお金を得たとなります。はい。で、この as as の前に3倍というね、倍数表現を入れていきましょう。はい。で、3倍というのは、これは3、はい、倍数はタイムを使うね。タイムズです。通常タイムは時間ですから、通常ね、 S がつきませんね。数えられない名詞ですが、こういう回数とか倍数を表す場合には、ここに S がつきますからね、数えられる名詞になりますから注意しましょうね。はい、We got three times as much money as we had expected となります。5番、あなたのリュックサックは私のものよりも2倍高価です。はい。ですから、これもやはり as がありますから、as expensive as ときますね。as as で expensive 挟む。で、この前に、ね、2倍って入りますね。はい。で、3倍以降はね、何々 times でいいんですが、はい、2倍の場合はありましたね。twice という言葉がありました。はい、これ2倍です。Your backpack is twice as expensive as mine となります。はい、じゃあ2番いきましょう。今度は比較級です。日本語に合うように下線文に適切な声入れましょう。はい、1番です。父は母より料理が上手だ。はい、My father cooks 上手だというのは、もちろん上手というのは、ね、well です。My father cooks well、ね、です。ですが、より、
というふうに比較級します。はい、皆さん覚えてますか？ good、 well は比較級は、はい、better でしたね。もちろん最上級は best です。はい、という不規則な変化をしますね。ですから my father cooks better than my father、 あ、my mother となります。はい、2番です。この問いはあの問いよりもはるかに難しい。はい、このはるかにどうね、これ注意しましょうさあ、で、This question is than that one ってことは、はい、これは difficult 使いましょうかね。はい、で、difficult は長い単語ですので、これは比較級する場合は more difficult というふうに more をつけましょう。ここにはるかにっていうに比較級を強調する言葉を入れていきましょう。はい、比較級を強調するのはこれはマッチです。はい、はい、This question is much more difficult than that one となります。はい、比較級を強調するのはマッチも使えるんですが、あとはfar も使えます。Far more difficult とも言います。また、a lot も使いますね。しかし、はい、very、とてもってベリーね、これ使いたくなっちゃいますが、このベリーは使えませんから気をつけてくださいね。はい、3番です。あなたは私より2センチ背が高いですね。はい、これは、背が高いですから、トーラーだね、トーラー。You are taller than me です。さあ、ここ2センチ入れていきましょう。ですから、2センチメートル。もちろんこれはね、省略して2センチね。これでもいいからね。はい。はい、You are 2センチメートル taller than me となります。はい、4番。テレビ画面はますます大型化しつつあります。はい、テレビジョンスクリーンズアーゲティング、はい、これはますます大きくなるってことは、これはね、繰り返して強調してと思ってくださいね。ですから本来ならばビッグで、より大きくなるのでビガーにしましょう。で、これを繰り返しますからビガーアンドビガーとなります。もしくはね、大きいは large でも OK ですからね。 larger and larger でも OK です。はい、5番です。庭は小さければ小さいほど手入れが簡単です。これは何とかすればするほどこうだって言い方、これはね、 the プラス比較級ね、ザープラス比較級という形です。なんとかすればするほどますますこうだという形になります。はい、ですからこれはザープラス小さいですからスモールですね。The smaller a garden is、で、手入れは簡単。ね、the、はい、簡単は easy です。ね、で、この easy、これを y を i にして er ね。easier です。The smaller a garden is, the easier it is to look after となります。はい。はい、では3番いきましょう。はい。括弧内から適切な語を選んで形を変えて下線も入れましょう。はい、1番です。An elephant can't run as a zebra。 はい、エレファントが象だね。象はゼブラとはシマウマだね。はい、で、
のとありますからね。ということは、ゾウはシマウマほど速く走れないってことかな。っていうふうにすればいいですかね。はい。ってことは、ここにアズがありますからね。An elephant can't run as fast as a zebra となりますね。はい。だからファストが消えますね。はい。2番。This zoo is twice. はい。twice が出てますね。はい。2倍ですよ。はい。で、アズがありますね。The last one I went to.私が行った最後の、もちろんこれは、ズーだね、動物園です。の、2倍の大きさだろうね、やっぱね。だから、ラージだね、これね。これ入ります。ですから、twice as large as the last one I went to となります。はい、ラージが消えますね。はい、3番。My grades were?Grades ってのはこれは成績のことを言いますからね。私の成績は彼の成績よりも、ね。はい。これは、そうするとこれいいか悪いかなんだよね。そうすると、ね。good はないんだね。そうすると、これはね、bad です。はい。で、ちょっと注意しましょう。bad は、ね。先ほど、well、good の比較級やりましたけど、比較級は worse。そして最上級が worst です。はい。だから比較級の worst を使いましょう。はい。残念だからね。はい。ですから、my grades were worse than his となりますね。私の成績は彼の成績よりも悪いってわけね。なります。ね、悪いと。はい。こうなります。はい。では4番ね。My brother goes to gym. なんとか than before. 私の、まあ、兄、弟は以前より、まあ、ジムに行きますと。ってことは、これは、オフンかな。ね。よくってことだね。よく行きますよってことです。はい。ってことですので、オフンは短い単語ですね。だからといって、オフンに、er がつくかというと、これはありません。ね。短い単語ですが、これは、もうつけましょう。はい。もうは、オフンです。ね。はい。my brother goes to gym more often than before. 以前よりよくということね。あります。はい。5番です。this soup is much. なんとか。はい。than I thought. 思ったよりってことね。思ったより。はい。マッチは比較級を強調しますね。ずっとってことです。はい。そうすると、スープだからね。これだよね。ホットだね。はい。あ、もう一回。ですから、ホットは、はい。t を重ねて er ですよ。はい。hotter than I thought.ね、となります。はい、ラスト残ったやつは、間違いだね。はい。you study. 勉強、これはザープラス比較級です、ね。勉強すればするほど、ね、you will have, ね、質問がたくさん出てきますよ、というわけでね。はい。こちらは、この more は、もともとは、これは、many です。ね、クエスチョンズ。複数形だからね。これは数えられる名詞につく。メニューが来ますね。はい。それに対して、勉強の、こちら量だよね。たくさんの量。量を勉強すればするほどとなります。はい。どちらにしても、マッチもメニューも、比較級同じです。モアです。はい。なので、the more you study, the more questions you will have となりますね。はい。そんなわけなので、これはマッチから来たのね。はい。はい、このようになります。はい。では、4番いきましょう。57ページになりますね。はい。
絵に合うように英文完成させましょう。はい、これは何ですかね、なんとかなんとか people visit the amusement park each year。 アミューズメントパークってのはこれは遊園地だね。遊園地ね、なことを言いますね。 each year は毎年です。毎年、人々が訪れるのね。はい、これが、はい、見てくださいね、これぐーんと増えています。ということはますますたくさんの人々がってことだね。はい、これが、何もなければもちろんのだから、これはメニーですよね。はい、ですがこれから比較級にしましょうね。はい、毎年年々増えてるよってことだから、はい、そうすると比較級、メインの比較級はモアです。そして繰り返しを、使って強調しますから、モア&モアと言います。これでますます多くの人々が毎年ね、毎年アミューズメントパークを訪れてますよ、呼んでますよということになります。はい、2番です。 The population of India is a little 何々 that of China。The population、 これは人口です。インドの人口は That of China、 この That はこれね、 The population のことです。繰り返しを避けるために The プラス名詞は That と書けますからね。これ大事なことなんで覚えていきましょうね。インドの人口は中国の人口より少し、ありそうだね、少し、ほら、中国の方が、じゃあ1億人ね、多いんですね。少し、ね、中国よりは、インドの方が、少ないよね。はい、ってことになります。さあ、少ないからといって、これはね、何を使うかとね、これはね、実は、この人口は、人口はね、人口が多い少ないに関してこれはこれです。 large or small です。多いか少ないかね、many とか使いたくなってしまうんですが、これは人口は large ね、大きいね、これ多いところです。もしかしたら小さい場合は small になります。この場合はインドの人口は中国の人口よりも少し少ないので、これは smaller になるからね。スモーラーザンです。はい、これは注意してくださいね。スモーラーが入ります。はい、3番です。何々 is as interesting movies。 もう as があったら as を使うと思ってください、ね。そうしますと as interesting as だよね。同じぐらい面白いだね。で、これはこちらが、映画を見ること。これとこちらね、これは読書だよね。ですからこれは読書ですから、リーディングだね。リーディング is as interesting as 映画を見る。ウォッチングでかな、ウォッチングムービーズ。もちろんスイングでも構いませんけどね。はい。はい、ね、ウォッチングムービーズ、スイングムービーズですね。はい、ことあります。はい、それでは5番に行きましょう。5番は、並べ替えだね。はい。はい、1番です。見かけよりもその箱は軽い。はい。その箱ですからね、その箱だから、その箱という、言葉ですので、まずこれ the box だね。その箱は軽い。軽いってのはこれはライトねって言いますね。軽いですから、the box is lighter だね。はい、で er の後ろもちろん the がきますね。 the、 はい、見かけより、それが見えるよ、見えるよりってことから、it
と looks になりますね。はい、じゃあ書いてみますよ。 The box is lighter than it looks と。はい、こうなります、ね。はい、2番です。姉は甘いものより果物の方が好きです。はい、はい、主語は姉だね。ですから、my sister です。で、好きですって言ってますが、like はないですね。はい、その時使うのはこれです。prefer です。さあ、prefer 注意してくださいね。prefer ってのは、than を使わない比較級だと思ってください。prefer A to B です。prefer は基本的に好むというね。ね。はい。ね。B より A を好むということになります。はい。ですから、my sister prefers 何を選ぶの？果物が好きなわけだよね。ってことですから、prefer、フルーツです。フルーツ。フルーツ。to sweets。となります。my sister prefers fruit to sweets。ね、私、姉は、ね、フルーツをプリファーする。好むときね。ね、to sweets、ね。甘いものと比べると、ってことでね。となります。3番、コロンビアの面積は日本の約3倍だということです。はい、倍数表現です。はい。The area of Colombia is about、about は約ね。はい、最初に言うのが3倍になりますから、はい。先ほどだったね、倍数表現だから、3 times ね。で、比較級だね、larger、ね、ラージャーザン、残ったのはほら、この the area、 これをね繰り返し下げるためにこのザッと使うのよ。ザン、ザットオブジャパン、ジャパンとなります。はい。ザットイコール the area ね。the area of Japan のね、ことをね、こうザットオブジャパンって言いますからね、覚えておきましょうね。繰り返し避けるためです。ザープラス名詞はザットで置き換えますよってことね、覚えておきましょう。はい。それでは次行きましょう。4番ですね。冬、オーストラリアでは南部より北部が暖かい。はい。ね、オーストラリアは、南半球ですからね、季節が日本とは全く逆になります。はい、ね、さあよろしいですかね。見てみましょう。 In winter in Australia、 はい、そうしますと、warmer than って使うよね。はい、ね、そうするとね、天候気候を表す場合、ね、暖かいというのは It is warm だよね。 It is warm ですから、It is だね。はい、じゃあ書いてみましょう。 It is warmer in the north。もともとは It is warm in the north。 北は暖かいところだね。で、南部に比べてよりね、暖かいところだからね。 than、 はい、 in the south となりますね。はい、 It is warmer in the north than in the south。 はい、このようになります。はい、最後6番ですね。英作文になります。次の日本語を英語に直しましょう。さあ、彼女は私よりもはるかに、
多くの時間を読書に費やす。はい。ね。はるかになら協調ですね。さっきやったようにこれマッチを使えるかな。ね。で、たくさんの時間、多くの時間ってことだから、本当だったら、ね、アロットタイムとかね、マッチタイムですけども、比較級だからね、モア使うでしょうね。モアタイムね。で、費やすというのはこれは英語ではスペンドを使いますね。スペンドはスペンドプラス時間プラスドゥイング、ね、何々するのに時間を費やすということになります。はい、ね、さあこれをじゃあ書いてみましょうか。彼女はだから C です。はい、でスペンドですけども費やす現在形なのでスペンズ S つけましょうね。はい、 C スペンズ。はい、ではるかにマッチモアタイム。はい、何をして、はい、読書だから、はい、リーディングね。リーディングは、まあ、リーディングブックスでもね、これはなくても大丈夫です。はい。そして、残。ね。残。まあ、I。もしくは、残、me。ね。これ入ります。はい。はい、このように書けばいいかな。はい。じゃあ、2番いきましょう。兄は私より3歳年上です。はい、3歳年上ね。はい、これはまず兄は私よりも年を取っている、年上だってこと書きましょうね。ですから My brother is、 はい、これ3歳足りないけど、その後ろが older than、 まあこれもね、 than me でも、アイデアもそれでも OK です、ね。はい、そうしますと、ここにオーダーの前にね、3歳と言いましょう。ですからここに3 years と入りますね。 My brother is 3 years older than me、 もしくは older than I、ね、となります。はい、3番です。レタスは昨年の2倍も値段が高くなっています。はい、こう昨年とちょっと難しい ね。さあ見てみましょう。さあレタス、はい、レタスってここだ ね。レタス is、 さあで2倍足りますね。はい、で同じぐらい値段高いってことで、まず as expensiveExpensive as ときますね。はい、で昨年のってことだから、昨年レタスを2度目繰り返せば何倍ですから、これは it と書きましょう。 it で、ここの部分ね、レタス is、 これは今現在ね、レタス is はね、だけど、レタス去年だから is じゃなくてwas なるよね、これね。はい、was、 はい、で昨年ですから、この人に last year と言いましょう。はい、で2倍でしたから、この as as の前に、はい、twice を入れましょう。はい、ですから let us is twice as expensive as it was last year となりますからね。はい、置いていきましょうね。この it はレタスですよ。ね、かっこいいだからワーズになったからね。はい、注意しましょう。はい、4番です。年を取れば取るほどより賢明になる。はい、これはね、取れば取るほどとだから、ザープラス比較級を作りましょう。さあ、ね、ちょっとこれはね、作る前にちょっと、ね、
まず文を作ってみようか。ね。もともとは we 年を取る、いろんな方なんだよね。で、書いてみられありましたよね。一番簡単なのは B 動詞ね。We are older。ね。年を取る。で、これをちょっと as をつけるといいんだ。As we are older。年を取るにつれて、懸命なる。We become、ね、懸命ってこれね、wise かね、wiser となります。はい、年を取るにつれて賢くなるとね、懸命になるというわけです。ね、で、まあ、B 動詞もいいんですけども、そうだな、ね、もう書いたように、ゲットとかね、ビカも使ってもいいかもしれません。ね。はい。まあ、ここまででいいでしょうかね。このやつは。ね。なんとかするにつれてみたはずです。さあ、そして、これをザープラスヒカキンするってことは、この比較級。ね。ザープラス、これね、オーダーね。そして、この比較級。ザープラスワイザーで、これを前に出すわけで、ね、前に出していくわけねってことになります、ね、はい、でもちろん接続詞のアズはいらないからね、はい、って書いています。そうすると The older で残り We are ね、カンマ、The wiser で残ったやつ We became ね、あ、become か、become、はい、はい、答えますね、はい、でこんな形で、The プラス括弧の文で作られているので、はい、元の文からこう直せるようにするといいかな、ちょっと間違いないにくいかと思います。はい、このような形になります。はい、お疲れ様でした。ね、しばらくプレゼンで、ワークブックをね、やってなかったと思うんですけども、もう一度ね、この動画を見ながら、よくね説明を聞いて、もう一度ねしっかり思い出してくださいね、はい、それではまた近いうちお会いしましょう。 See you